丹波国像は丹波国を支配した国の宮津子丹波市で後に宿根を指定された。経図などから一般に尾張市の同族とされているが、天孫本義の記述に従えば彦座王公営の、ただし襲相馬国像と同族とされる。これについて丹波国像が設置された事情や国像一族の祭祀などから実際には、 ただし、襲う馬国像と同族で武田瀬命も、剣と舞命の子ではなく飛行座王の子、丹波同州王のことであるとする説がある。なおこの説においては、尾張氏出身説を否定するものの、その共通演奏を大国出身と見ており、広い意味で、尾張氏の同族としている。律令制以降は、丹後国丹波軍に本拠を置いており、丹波すぐ信用が国の宮津子に任命されたことが、見える。 国造の支配領域は、当時丹波国と呼ばれた地域、後の律領国における丹波国と丹後国に相当する。丹波国造の領域の南部にある亀岡盆地は太古は大きな湖であり、風が吹くと美しい2色の波が立ったところから、この辺りを2の海、丹波と呼ぶようになったとされている。出雲神話で有名な大国主名が亀岡と、 嵐山の間にある渓谷を切り開いて、水を流し土地を干拓して、切り開いた渓谷を、女神、三発姫命の,地の名前にちなみ、保津川、保津峡と名付けたという伝説も残っており、出雲海和ぐるの祭人となっている。事実、湖だったことを示す地層も明らかになっている。真偽は不明だが、五世紀に、果たしが亀岡市域の桂川の治水工事を行ったため、 この辺りの桂川は大井川と呼ばれているという。6世紀頃には丹波の名の付く女性が天皇の記載になっており、古くから丹波の名称があったとされている。ありがとうございます。